柏木玲子さんが軽快な音楽を打ち出しました。そして長岡市の石田ダンシングチームの皆さん、ダンシングスクールの皆さんのエアロビクスが始まりました。これはなんとも妙なコントラストですね。田んぼとエアロビクス。さあどういうことになるんでしょうか。現在6、おお、田んぼの中にピンクのユニフォームの方が入りますよ。さあこの中でどういう踊りができるか。上の方の方は軽快に踊っておりますが、下の方の方は足が全く言うことを聞かないようですね。はいはい、おお、悪戦苦闘。手の方はなんとか動いておりますけれど声だけ違うわけですね。はいはい、どうもありがとうございました。